当然このマウンドに上がっていきますが、黒木さん、はい、まあ、この8回の裏追加点が欲しいところの今のこのどうですか、うん、攻撃見て、まあ、ちょっと、気持ちのいいもんじゃないですよね、ヒットで出会ってはいいけど送りバントを失敗して牽制しになったりということでね、はい、うん、まあ、ちょっとこう嫌な感じなんですけど、まあ、そういうことも言ってられないんで、とにかくこれをどうやってベンチとしてもムードを盛り上げていくかですよね、うん、もう最後の締めですから、はい、もうチームと、ね、ベンチ、そしてこの球場のファンみんな一体になって、あ、伊藤ですね、小林ではありません、伊藤です。いやー、これは驚きました。西村監督が伊藤を持ってきました。一気バイナム、前田大輔というピンチヒッターが出るかもしれませんが、オリックスの打線、いや当然小林だと思ったんですが、黒木さん、はい、これはどうでしょう。名前ではなく、まあ、一番いい状態のピッチャーをっていうことですよね。本当に勝ちに徹してるっていうことなんでしょうね。でしょうね。まあ、当然おとといのその小林弘之の投球、その前の小林弘之の投球を見て、はい、まあ、当然西本ピッチングコーチと、まあ、監督も相談しながら、ちょっと不安だということも、はい、感じたんでしょうね。もしくは、まあ、先ほどちょっと決めたゲームの時 の, そのダイソーであったりとかっていうところで、まあ、負けなければっていうことですから、うん、いいピッチャーを残しておくってことも考えているのかなってということですかね、うん、まあ、でも本当を言いますと締めなんで、もう締めてしまえば終わりなわけですよ、はい、ですから左中間です。センターバックした、バックした、取れない。このボールを取ってランナーは三塁まで、いったいったいきました、三塁だ。センターには岡田が入っていましたが取れません。ノーアウトランナー三塁、一気にスリーベースを打たれました。これで岡田が追っていったんですが、ジャンプ1番わずかに、ね、届きませんでした、うん、追い込んだショートゴロ、ランナーは帰ってきます。これで1点差、しかしワンアウトランナーなし、あと2つのアウトを取ればクライマックスシリーズ進出。さあ、西岡が声をかけました。大事に行こうという的場、外側ですが見逃し三振、結局うまく三球三振に切って取ってツーアウトランナーなし。さあ、あと一人です。ここでマウンドに的場が行ってピッチャーの伊藤に一つ声をかけました。2010年のパシフィックリーグ千葉ロッテマリーンズの最終ゲーム、クライマックスシリーズ進出がかかったゲーム、5対4 1点差、9回の表、オリックスは2アウトランナーなし。さあ、日本ハムに追い上げられて一旦はサインを明け渡した千葉ロッテマリーンズ、残り3試合を3連勝で逆転で見事にクライマックスシリーズ進出を果たすかどうか。1点差です。初球ストライク。マウンド上9回の表のマウンドは小林弘之ではありません、伊藤がマウンドに上がりました。あえて西村監督、伊藤を9回の表にマウンドに送っている。投球2球目ワンエンドワン、今日も見事なセットアッパー火消しを見せた内、祈る千葉ロッテマリーンズのファン。ワンエンドワン、一回首を振ってうなずいた。一発は許されません。ツーボールワンストライク、
最後のマウンドを託された伊藤です。成瀬、内、伊藤とつないできました。144試合目、千葉ロッテマリーンズ。じっと見守る西村監督。4球目ファールボール、これで2エンド2。ライトスタンド大歓声。さあ飛び出す形を見せている一塁側のベンチのナイン、すでにもう笑みがこぼれています。ライトスタンド、一塁側スタンド。しかし西岡の表情は厳しい。今日大役を見事にこなした成瀬、2エンド2。投球5球目、5球目を投げた、打った、セカンドゴロ、一塁送球、千葉ロッテマリーンズクライマックスシリーズ進出決定。最後の144試合目、最終試合、見事に残り3試合3連勝で2010年のパシフィックリーグクライマックスシリーズ進出を決めました。